河合遠い園教費遠わ碑園教費は、秋田県北秋田市河合いあの後25の17に、あるいたびである。北秋田市の死指定文化財となっている。上平年間に編纂された和名類受賞には、当時の出羽国の軍名合名のすべてが収められているが、この地は記録されている地名から遠く、北に外れている。江戸の地であった、この地がいつ、 大和朝廷に属したのかという点でも参考になる石踏みである。北秋田市河合集落の墓地の中にある遠鏡2年期の古比で松石の日とも呼ばれる。元々は八万台と河合の中間のメグスリードと言われる泉付近の第一斜面に転倒していたが、古比の保護と松石殿の,の供養を兼ねて河合集落の墓地に移動された。こ後の話では、 二メートルほどのこの石踏みを小川の端に使おうとしたところ、大地に根が生えたように微動もしなかった。ところが安置するために運ぼうとしたところ、自らスクッと起き上がったという。また、この石踏みの粉末を飲むとご利益があると言われ、現在でも石面が削り取られている。石踏みの表面には万瓶一社ためかこ松石戸の延長2年2月11日、 内し崩壊平等利益と掘られている。盆寺の番は、第二次如来を表し、松石殿の追善供養のために作られた石踏みである。同碑は、江戸時代に、菅井増美が調査して、以来、鹿の関心を呼んでいろいろな説が唱えられてきた。しかし、文献などの資料は少なく、いずれも、憶測の意気を出ていない。南北朝時代に、 津軽蘇賀氏が発給した文奈3年12月14日付の現在の大館市付近にあたる所領に関する譲り場では下乳を使って農業経営を行ったり下作人に土地を貸して小作領を取り管に住んでいる名主層が天と呼ばれ一般農民と区別されている。天の上には領主がいて現地に万所を置いて一族を派遣し所領を管理させていた。 相川町市では、気文中の松石殿は、この地区の有力な名主層か、領主派遣の管理者であったのではないかと、推測されている。北秋田旧記には、西南の間に、古建てあり、誰石とは知らず、松石殿管というとある。松石殿が、鎌倉時代に、秋田軍を所領した立花のしか、あるいは後に、比内軍を所領するものの、当時は、 近くのあかりまたに居住していたさり市の大館であったのではないかとする説もあるが、いずれにせよ不明である。秋田県では3番目に古い旅で、河合集落の北側にある大地には、松井殿という地名も残っている。菅江雅美は、文化元年にこの地を訪ね、日記の、兄苗沢水中に、同飛の円形、近形、文字の拡大図の合計3枚の図絵を記録している。 その説明文には、河合村、松石の日、その石文は、河合村の塚原のほとりに今立つ、円形の二つの文字をすり、木有とあるは、陸長のものにして、塚たたえなる、筆の後なりと記している。なお、近景の図には、実は河合村な増ますみが工事によって意を合わせ、戸が聞き換え、ひたるなりこの村肌屋にのうちなりと、手書きされており、 これは、石井忠之によるものではないかとされる。実際にマ見は同様の言葉遊びを何度も行っている。現在の石踏みのそばには、欅の大木があるが、マ見の絵図の中では全く描かれておれず、江戸時代には、石踏みは別の場所にあったのではないかとも言われる。また、昭和時代中頃まで、秋田県で最も古い記念遺旅とされていて、河合村の自慢でもあったと言われる。 菅江雅美が見分する前の1801年に、同日は地区の大官によって拓本が取られており、そのことが河井村の佐藤家の文書に記録されている。右江渋美は、当村義助沢上の古城跡に置きそううところ、京方年中母の上、高見運び県地公今村中心寺に有猿公、共和元年取り9月5大官、高く木左衛門様より五島でお取り御用につけ、 すり取り早々家史上しあおぐつけ別すりどり長百章9月27日、うんぬんまことみょうがしごくなん、ゆかささぐこうい右しは、毎度点明かり下り猿る一当年は553年に、愛成功文久万年親友8月河井村、松井市戸登りで開元思考格松井市戸登りに三者とも、木三郎を打ちた老女、とある。 この文書は中学校校長の佐藤一郎が探し出し、二階堂善蔵に見せ、二階堂が中央の新聞に掲載した。上記文を現代語分けすると、遠京二年に供養と混流。京方年間村人が墓地に移動する。京和元年村人が宅本を取り大館に届ける。文久元年553年目となるという意味になる。それまで、 石踏みについてはそれほど関心が払われてきたわけではなかったのが完成9年7月に行われた久保田藩主佐竹義一の領内巡視がきっかけとなって拓本が取られ、それが菅江雅美の調査につながったのではないかとも考えられる。なお佐竹義一は治世中に明徳館を設立するなど学問に造形が深かった。この石碑は地元では 松石殿や松石殿の日と言われ、墓参りの時には必ずこの石碑の前で手を合わせ、供養を怠らなかった。また次のような民話が語り継がれている。江戸時代の中頃、河合と八幡大集落の谷水路を作ることになった。河合集落の健太と英座の兄弟は、妊婦として働きに出ていた。河合と八幡大の真ん中にある、 メグスリードと言われる泉の付近を工事中の時、玄太は戸賀を力いっぱい振り回した拍子に尻餅をついてしまった。その夜、玄太とエーザは不思議な夢を見た。私は松石だが土にうずもれて明かりを見ることができない。私をここから出してくれ。お礼に稲穂を実らせてあげよう。同じ夢を見た二人は翌朝、親方にこの話をして土を掘ることにした。 しばらくすると、とかが石に当たって跳ね返る。しかし、大勢で持ち上げてもびっくりともしない。親方は、石の周りを掘るように命じ、ほどなくして、松石殿という文字が現れた。その瞬間、動かなかった石が一人で、すっくりと起き上がった。それから、松石殿を供養するために、石碑を川井の共同墓地まで運び、そこに安置した。それから数日後、 他の稲が黄金色に輝いていたという、ありがとうございます。